ヤッホーって、ヤッホー、ウッチーさんありがとうございます。9時ちょうどに始まると思わんかった。確かにいつも大体2分ぐらい遅れて入る。 そう、ひかりさん握手会買おうか迷ってるんだけど行ってもいい？って。来てください、待ってます。ひかりさん待ってます。ありがとう、お疲れ様って。そう、あ、ヨウジさん、そうなんですよ。今日は初10時過ぎ配信 してみようと思ってしてみました。 初です。お、明日のステージメイド見に行くって、ありがとうございます、おめでとうって。ありがとう、ハートいっぱいありがとうございます。専門桜さんありがとうございます。あ、そう、今日も自主練してきました。写真撮影だったんですよ、生写真のいつも。それの後に行ってきました。コーラ飲んだって。私コーラね、飲まないんですよ、あんま。炭酸系をそもそもあんまり飲まなくて、よしくんさんありがとうございます。シャイニングフィンガーさんありがとうございます。ゆなみなチェキさん、チェキキナさんありがとうございます。こんばんは、アイキューさんありがとうございます。公演はね、誰恋の方かな、練習を始めております。でも今はあれですね、明日あるじゃないですか、ファンミーティング明日あるから、それの練習を主にしていました。晩ご飯食べましたよ、帰ってきてさっき急いで食べました。なんかね、すごい美味しいものを初めて作って食べたんですけど、すごい美味しいのを発見してしまいました。 なんか普通にご飯にお水と、あと白だしと明太子入れてチンして、チーズスライスチーズ乗っけて、もう一回チンして、最後にもう一回明太子乗っけて食べるんですけど、それがすごい美味しかったんでやってください。誰恋誰ポジね。そう、もうみんな練習してはいるんですけど、いつですかね、初日。楽しみですね。そう、明太子美味しいんだよ、食べてください。そう、レッスン帰り、そう、自主練してきました。明太子好き。 もう一回教えてって。 まずご飯を適当好きな量で、お水を 100ml ぐらいですかね、とかで、白だしはパーって入れたけど、でも小さじ1とかかな。で、明太子をもう好きなだけ入れてチンしてください。で、あとチーズ乗っけてください。お、ウィンバースのディーマート取りましたって。ありがとうございます。いや、明太子は福岡じゃないよ。普通にスーパーで買ったやつ。あ、カウントダウン。ありがとうって。ありがとう、そう、カウントダウンね。ありがとうございます。プラネットさん、エダッチさんありがとうございます。クロロルシールフルさんありがとうございます。そう、ファンミ 初めましてって。あつみーさんありがとうございます。そう、明太子で、ね、結構味がつくから、そんなに。あ、そう、M ステね、
ライブステが12日にあります。すごいです、わーい。あ、すごい、ね太郎さん、え、なにこれ、梅干し。ありがとうございます。そう、なんか私はそう、なんかなんだろう、握手会とかには行ったことなかったんですけど、なんか毎回、まあ私が見てた時とかは M ステが音楽番組、音楽番組は M ステって感じだったので、なんかそこで AKB を見てたんですけど、だからなんかで最近のシングルとかでも M ステはあんまり出てなかったじゃないですか。だからなんかそう、すごいやっぱ柏木さんがなんだろうね。いらっしゃるから、いらっしゃってさ、そう、なんだろう、まあ柏木さんのおかげで本当にすごい。ね、あとね、あともう一曲、カラコンインクともう一曲なんですけど、何かね気になる、フライングゲットと言い訳メイビーと10年桜なんですけど、何かな。あ、アンドレナイ松也さんもありがとうございます。すごい、みんな10年桜なんですね。私は何歌いたいの、なんだろう、でも何歌い、個人的には言い訳メイビーか10年桜ですかね。なんでかっていう、フライングゲットはコンサートでやったじゃないですか。だからコンサートでやってないのが見たいです。やってないので柏木さんがセンターしてるのが見たいです。そう、すごい。ここだと10年桜が一番人気ですね。ね、でもフライ、そう、私もフラインゲットが一番有名だからどうなんだろう、楽しみですね。すごい、私が AKB ファンになったきっかけが10年桜でしたって、すごい、それすごいね。メイビー派でしたって、まあ全部森さんがアズと手もでもやりましょう。いいね。なんかさ、ユニットとか皆さん、私に何してる私が見たいのかな。なんか気になっちゃう。あ、直美さんありがとうございます。山ちゃんさんありがとうございます。こんばんは。そらさんこんばんは。あ、そう、お揃いなの。気づかなかった。そう、気づかなかったよ、全然。あー、涙の表面張力ね。これ話しましたっけ、なんか18期みんなやったみたいな話。話してなかったっけ。え、なにこれ、あんこ。すごい、なにこれ、面白いね。確かにかっこいい、聞いた記憶ないって。あれ、なかったっけ、誰も喋ってないんですかね、あずき派って。
ね、あずき、そう、聞いたことないって。なんかお披露目の前のレッスンで、なんかいつも基礎レッスンっていうのをやってて、なんかその基礎レッスンは AKB の楽曲とかダンスをやってるわけじゃないんですけど、なんかその初めてそのこうなんだろう、位置とかあるやつでなんか AKB の楽曲をやったんですよ。それが涙の表面張力で、だからあのみんな、まあ、8人だから 4人じゃないですか、あのユニットって、その曲4人だから4-4に分かれてみんなでやったんですよ。だから初めてなんだろう、その入って踊った AKB の楽曲、なんかポジションとかも含めてやったのが表面張力だったんですよ。そうなんだよそう、ギリギリ頑張ったって。そう、あの私ね、あの岡田奈々さんのところをやったんですよ、その時は。でなんかあのお披露目でやったのはポジションが結構変わってたので、その練習の時そのところをやった人がそのままやったってわけじゃないんですけど、そう、なんかだからそうなんですよ、だから一応ね、もう戻れないかもしれないけど、その時やってたんですよ、みんなで。そうだからみんな、なんだろう、今回のコンサート、春コンサートでもやってたじゃないですか。だからなんかそれ聞いて、なんかみんなやりたいねって話してましたがなんかあの流れてたんですけど、その間が時間があったんですよ。だからなんかそのサビのところとか踊ってました、ちょっとみんなでそうい, いよね、かっこいいよね。そうふじうさぎさん、ありがとうございます。キーボードについてさん、ありがとうございます。石ころ人間さんもありがとうございます。ハンタさんもおにぎりありがとうございます。え、嬉しい、同い年だけど年になってもいいですかって、ありがとう、嬉しい名前呼んでって。ちやちかみやさん、いつもありがとう。すごい、肌見しながら見てるよ、真っ暗ですよねあなちゃん、ありがとう、かっこいい曲、かわいい曲の方がいい。私がかわいい曲をやるのとかっこいい曲やるの、どっちの方が好きですかなんかね、こういうの聞くの好きなんですよねだからなんか、あ、初恋よこんにちはね、インパクトあった、すごい、かっこよがいいかなかわいい。投票しようって、え、確かに、やってみますか。じゃあ、1がかわいいの、2がかっこいいので、1がかわいいの、2がかっこいいの、どっちがいいですか。あ、優しい3、どっちもどっちもじゃダメですへえ両方入れちゃダメじゃんどっちも派だって両方投げちゃダメだよ。ブッブー、それはダメです。1個にしてくださいフ
どっちも入れましたってダメって言ったじゃん。ダメじゃんよ。じゃああと10秒で閉めます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1終了。1がもうダントツに多いですね。1が 66.7% で2が 33.3% でした。はい。可愛い方が多かったですね。お、カブさん、え、何これ、おにぎりのタワー、ありがとうございます。ありがとう、カブさん、ありがとうございます。ありがとうございます。わーい。ただれんで確かに、ただれんでどっちも見られるって、確かにそうですね。だって7時12分は究極可愛い系だし、フェイントはかっこいい系ですもんね。そうですよ、両方とも見れます。あー、なるほど、グローリーデイズみたいな明るいね。グローリーデイズ懐かしくな思いますね。武道館でやりましたね。どっちもいいってそう、え、寝てて出遅れた、おはようって、関根さんこんばんはフェイントのキレキレかっこよかったって。おっ、なんだろう、みなちゃんはどっちって見たけど、どっちなんだろう。迷うな。かわいい、かっこいい、どっちもやりたいなんかあれがいい、超かわいい曲やって超かっこいい曲やりたいそれにしよう、それにしよう。え、自分ではどっちもダメって言ってたじゃん。違うんですよ、私が、まあ私は結局選べないんですよ、優柔不断なんで。だけど皆さんだったらどっちがいいかなって思って、皆さんはダメだよって言いました。ジッパー変わる気ね、ジッパー良かったよね。すごいなんか貴重すぎるジッパーでしたよね。すごいね。え、何この当たりって、おにぎり当たりって何これ、すごなんだこの当たりは天使の尻尾で、なんだろう、超可愛い曲って言ったら何になるんだろう。限定ギフト、そうなんだ、当たり始めて見たってね。おめでとう当たりこんばんは。あ彼女になりますか。やりましたね。2番かわいいよね。お弁当作っていいですかってじゃ、かわいい、すごい。この前カラオケで48の超かわいい曲縛りで歌ってたって、え、いいねそう、ハルコンみんなフルだったから、コイントスかっこいい系だね。ワルキー、ワルキーも人気。これ何の投票って今
あれ今投票してないですよね。ああ、夢でキスミ希望についてよかった、よかった、嬉しい。すごい、おにぎりからエビフライ出てきた。あ、投票結果が上に出てるの、私のとこには出てないんだよね。これはさっき、あの、私が可愛い曲をやるのとかっこいい曲をやるの、皆さんどっち好きですかっていう投票をしてました。1が可愛いで、2がかっこいいで、可愛いの方が多かったです。え、投票結果自分で消さないとって。でもね、私のところ投票結果出てないんだよね。だからどうやって消すか全然わかんない。あの、投票初めてやったから。でもね、これ出ないよ。じゃあもう無視してください。あ、消えてるよって。本当に、そうなんだ。あ、自分で消すんだね。あ、自分のとこで更新なんだ。そうなんだ、へえ。じゃあ皆さんすごい教えてくれてる。オッケー、ゆういちさんありがとうございます。言うなーって何投票しようねって。確かに投票楽しい。なんか二択待ってます。さちへいさん、まさみさんありがとうございます。投票面白いよこれ。明日の髪型、確か明日決められるのかな、どうなんだ、何の髪型なんだ、気になるね。でもいつものな気がする。イベントの時も投票なしで何時間もしたの、すごいって。あ、そう、待ち人ね、カラオケありますよね。そう、見つけました、私も。え、あるじゃんって思ってびっくりしました。カラオケって待ち人あるじゃんってなりました。お、イチゴだ、パンからイチゴ出てきたね。カップリングだからね、鈴鹿。あ、すごい、待ち人なの待たずに会ったってね。イチゴ狩り、イチゴ狩り行きたい。すごい、毎日通勤の車の中で聞いてますって。ありがとう、いいよね。お花見、お花見はカウントダウン TV の時にしました。いちごに練乳かけるって。かけません。お、いちごミルクにはまりましたって。仲間じゃないですか。明日は18期のファンミ、違います、明日はあの普通の選抜の方のファンミです。18期のは9日です。9日にお披露目したので9日です。ねえ、菜の花畑ね、何これ、面白い女って出てきた。え、一押し、個別握手会行くねって、ありがとうございます。僕の太陽公園はって、え、出たいですよ。友達がこの子可愛いって言ってるって。嘘、
何これ、そうなんだ、面白いものって花より団子なの、そうなの、わかんないんだけどそうなんだ、確かに桜が見えるのでそれがお花見ですってちゅうきちゃんと全員話した、話しました、あのネモスの企画のやつ、写真撮った撮ってあげたんですけど、あげたってあのね X にあげたって意味ですよ、写真撮ったんですけど、みんな優しかったです、よかったよかったって、なんか優しくないって思ったわけじゃないけど、ちゃんと喋れてよかった私が最近ハマってること？いちごミルク飲むことですかね。モッチーさんありがとうございます。18企画ってなんだ？そういえばネモさんの18企画って何のやつ？あ、名古屋のライブ当たったよって。お、やったー。いちごミルク手作りはしないかな。あ、IQ テストね。いつなんだろう。いつ放送なのかな。頭いい企画。IQ がいた頭いいんですか。どうなんだろう。4月25なんだ、結構後だね。25か、まだまだあと20日ぐらいありますよ。そうなんだね、まあお楽しみにお楽しみにしていてください。言ったら面白くないから、みんなどうなんだろう気になるね。そうだよ、18期ファミもうすぐです。宮地さんありがとうございます。確かにアンケートね、確かに2ヶ月放置って外れたってね、もうちょっと広いところでねできるように頑張りますね。結構外れてる方いらっしゃいますよね多分あ、ろかゆきさんありがとうございます。夢は指ないとできないはって、できますよ、やらないけどできるよ。キャン待ち、そうなんだね。え、全国ツアーもちょっとって、え、ゆなちゃんなんですかね、配信してくれると嬉しいってね、そうだよね波動強すぎて惚れたって、ありがとうたまたまですよ。でも波動好きなんですよね、楽しい、うん、好きなお菓子ランキングはって、なんだろう、何が好きかな、
ガルボ好きだよ、お菓子ならね。となんだろう、迷っちゃうな。ガルボが好き。ずっとね食べてます。多分中学生ぐらいの時からずっと好きでずっと食べてる。なんか塾行く時もコーヒー買ってガルボ買って食べてました。でなんか甘いもの食べたいなってなってレッスンあるなって日とかもガルボ買ってます。美味しいんだよねあれ。え、嬉しい。特典を年に波動のカード注文したって、ありがとう。見てみた私あれ。もしなんか届いて載せられるよって方いたら載せてみ、載せてください。見てみたいな今からガルボ買ってきますっていいなあ。欲しいもん、欲しいもんお菓子じゃないから欲しいもんお菓子じゃないですよ。え、初耳だってさ。タピオカはねあんまり飲まないんですよ。コーヒーは昔から飲むの。え、どうだろう、飲みますね多分。中学生の時から、中学生は絶対飲んでました。小学生でも飲めたかな、飲めたと思います。でもなんか中学生からはなんか本格的に夜勉強するために飲んでましたねテスト週間の時とかは特にすっごい飲んでた、すっごい飲んでた、学校にも持ってってたね高校とかは。でもお菓子ではない。え、お菓子じゃないよ、主食だよ主食。お腹減って欲しいもん食べたりするよ。だってブラックは、ブラックも飲めます。でもブラックよりカフェラテとかの方が好きです。あ、小豆だエナジードリンクはね、なんだろう、なんかわかんないけど飲みたくなくて飲んでなかった。コーヒー、コーヒー飲んでました私は。ミルクあった方がいい。米田コーヒー知ってるって。知ってるよ知ってる、行ったことありますよ。プレジョンさんありがとうございます。福清さん、青い豆腐さんありがとうございます。主食だったんだって。え、なんだろう、主食っていうか普通になんかレッスンの合間とかで、なんだろう、お昼の時間がない時とか、ないというかちょっと過ぎちゃう、でその間なんかお腹減っちゃうみたいな時は干し芋パクって食べると、干し芋は腹持ちがいいので。そう、腹持ちがいいから。そうなんですよしるちゃんさん、そうなんですよ。だからそれ食べ、そう、お芋好きなんですよね。腹持ち重視なんだなって。いや、なんだろうね、普通に好きなんですよ。さつまいもが好きなんですね、確かに。手紙届いてますかって。え、届いてますよ手紙。公園の旅にいただいてます。シーモや芋きんぴハマるぞ通販しだすよってあ、ヨーグルト、ヨーグルトもね朝食べますよ。干し柿食べるって。食べます食べます。たまにおばあちゃんが持ってきてくれます。そろそろ公園入りたいってね。公園、え、いつも変な手紙でごめんって。いやいやいや、いつも楽しく読んでます私は。嬉しい、いっぱい書いてくださっててありがとう。米を食べると、米も食べますよ普通に。おにぎり食べる時もあるし、今日はリゾットにしたし食べますよ。お弁当とか出るからその時食べる。公園来たいって、公園来てマサイさんとの絡み好き、ありがとうございます。そう、
マサイさん、まゆちゃん大好きです。優しいんですよ。優しいし面白いし。え、今日の弁当画像、今日弁当写真撮らなかったな。鮭のお弁当でしたね今日は。自宅からお弁当ね持っていかないですね。字が汚くてごめんって。私もうね、字が汚いとかそんなの気にしないんですよ。汚いと思ったことないですしね。ベジファーストですかって。え、ベジファーストですって。私はおにぎりの具は明太子かイクラです。そう、ご飯6食食べてるよ。確かに魚卵。え、確かに魚卵だね。梅干しは蜂蜜梅が好きなんですよ私は。でもコンビニの梅干しって蜂蜜梅じゃないじゃないですか。だからお家のなんかお母さんとかが作ってくれるおにぎりは梅が好きです。そう、蜂蜜梅がいいよ。甘くて美味しい。ツナマヨね、おかか昆布ね。え、皆さん劇場で笑顔が可愛くて配信見に来ました、気になってますって。え、ありがとうございます、嬉しい。梅干し自家製じゃないよ。普通に売ってるやつ、つけてない。立ち見せ記憶見え、全然見えますよ。奥の方も全然見えますよ。そう、基本おにぎりは全部美味しい。確かに美味しいよね。あ、不思議つぼさん、あず生誕前、あ、4月13日はじめましてします。え、嬉しい、ありがとうございます、楽しみにしてます。そう、浅漬けとかして、うん、浅漬けはしてましたね前。最近は食べてないけど。そうなんです。カラコン何使ってますかって。カラコンはチューズミのチョコブラウンかな。あのね、前 TikTok に公式で上がっ、カラコンウィンクの選抜メンバーが使ってるカラコンの生態あるのがあるのでTikTok を見てみてください。多分そっちの方が分かりやすいか、多分合ってると思うんだけど。トラウマがあってコンサート行けないって。え、何、どうしたの。今までしてた習い事はまず水泳でしょ、でダンスちょっとでしょ、でバスケずっとやってたでしょ、あと塾、これです。ミスターキスマの感想のジャンプの仕方が女の子らしいジャンプ好きだよって。え、そう。そうなの。水泳やってるのかって。水泳やってましたよ私ね。水泳全部泳げますよ確か。知らなかったって。確かに言ってなかった、ちゃんとやってたんですよ。身長何センチ。身長は 157.5 です。でも四捨五入して158。でもね、いつだ、高2から高3かなの4月に測った時1ミリも変わってなかったので、多分 157.5 だと思います。まだ伸びてんの。伸びてるかな、どうなんだろう。四捨五入して160、しすぎかな。それしすぎかな。
私156じゃないですよ、最初ずっとこの身長、2メートルとかしすぎです。四捨五入、それ四捨五入って言わないんじゃないかな、大きく見たら言えるけどさ。そう、まだ伸びたい。え、伸びたい目標、全然何も思わないかな。3メートル目指してるって、3メートルやばいよ、電車乗れないじゃんね。そう、別にね、平均あるんですよ私は。全然ね、伸びたい、なんかなんだろう、スタイルいい人はすごく憧れるけど、でもなんか別に伸びたいとは思わないかな。普通。ちょっと待って、びっくりした。3メートルはしゃぎ、はしゃぐゆいち。怖いって書いてあったっけ、怖すぎ。じゃあ面白いそれ。面白いねそれ。確かに3メートルのゆいちがはしゃいでたらちょっと怖いかも。嫌だな、3メートルのゆいち。全然嫌。ねえ、だってゆいって高くない？普通に高いですよね。めっちゃ伸びたし、でもゆいはまだ高校生だから、もしかしたらあと1年ぐらいは伸びるんじゃないかな。ね、ホラーだよね。みんな高いってね。え、本当にポニーテが武器。そう、もうそろそろね、美容室に行ってほしいかな。ちょっと毛量お化けになってきちゃったから、あと多分結構伸びたよね。だからね、そう、ゆいちの頭ポンポンされたら悲しくならないって。別にならないか、私がジャンプしてしますよ。じゃあそう、19期の中で一番愛をしてますって。19期、ん、私18期なんだけどな。あれあれ、19期だったっけ。私は、あ、天使だから飛べるって。そうだよ、飛べちゃうもんね、芸人になったって。19期にもいるのかって。いないよいないよ、全然いないよ。14日までしか歩く見えないか、毎日見てるって。え、14日なんだ、皆さんいっぱい見てください。ダンクシュートできるって、できないよ、全然できないよ、できません。銀河ムチェックやるって、でもいいよね、銀河ムチェック踊ってみたいよね。でももしかしたらチーク何使ってるって聞いてください。今日から中華新しいのにしたんですごい。これも新しく買いました、チーク。なんか昨日発売だったんですけど、ジルスチュア、あ、そう買った、あのね、メールで載っけたでしょ。新しいコスメ予約してて買ったよって。それすごい、直美さんちゃんと読んでくれてる、嬉しい。あ、そう、あのすっごい可愛いのがあって、今ね、今はもう発売されたんですけど、私は予約してたんですけど、いつかからジルスチュアートのあのチークね、発売されて、それのね、4番のやつすっごい可愛くて今日から使ってます。すごい音したって、何の音かな、なんだろう、あ、多分1階のドアがガチャンって
閉まりました。あ、たまちゃんさんありがとうございます。ゆなちゃん香水にこだわりある？全然、なんか私香水とかつけてなかった人で、ちょっと何か全然わかんなくて、で今はあの小ひなが誕生日プレゼントでくれたのをずっとつけてます。そう、あ、コロネクマだ。え、たまちゃんさんありがとうございます。コロネクマなんだこれ、貝みたいありがとう、ありがとうございます。嬉しい。そう、ピンク系のチークだよ。全然見えないねこれね、香水にも種類があるから、巻き貝ちゃうよ、ヤドカリ。確かに、うん、あ、4月です、あのビズ6冊写真4枚出てって、え、嬉しい。そう、あのね、ビスさんのやつが発売されたんですよ。見てくれました？見てくれた人を、いつもの私じゃなかったかな。私もね、まだね、中身見れてなくって、はいって、お、中身見れてなくてですね、私自分のページ見てなくて、なんか完成品がどんなのなのか全然わかんないんですけど、かっこよかったって。え、まだです、明日買いますって。そうなの、出てるのって、出てるよ、今出てますよ。あのなんかビスイベントがあってですね、このショールームで前に、そう、見てないのまだ。素敵だったって、え、ありがとうございます。そう、イベントをやってたんですよ。で、皆さんのおかげでそのイベントね、結構なんかいい感じだったんですよいい感じっていうのかな、入手しましたって。そう、もう本当に感謝感謝ですよ、ありがとうございます。だからね、懐かしいって、確かに懐かしいね。あれ何月だでしたっけ、11月からでしたっけ。でも12月、あれ1月、ん、違う、12月末にやってましたよね、2回目。最初は何月だったっけ、11月だっけ、11月か。そう、見たいな、私もちょっと楽しみだな、な、中見たいな見たい。そう、朝もやってました、学校があったから。どうしてもなんか学校があって夜レッスンがあるっていう日とかはもう朝やるしかなかったから朝やってました。すごい、94ページ目に載ってるよって、ありがとうございます。ゲットしたら94ページ目をバッて開いてみます嘘です、マイクはちゃんと見ます。え、初めてこれカラコンインクで見つけてほしいって言って、え、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。カラコンインクくださいって、一発で開いたらすごいって、確かにね、可愛いって、ありがとう、ひでさん明日握手会よろしゅう、ダッチさんお願いします、ありがとう、キャーって何、里吉さん、初見さん、ありがとうございます。インクしてってさっきしたじゃん。え、すごい、サビの振り覚えたって、縮小タイミング合わなかったってトンマイですだってタイミング変だったもんね、さっき変にした
変にしてみたい。イノピーさん今日誕生日だったって、おめでとう。皆さんも祝ってください。皆さんおめでとうコメントいっぱい書いてください。おめでとうございます。誕生日、お、握手会よろしゅうって。あ、関根さん、あ、指フライ外れ。外れだ。あ、すごい優しい、みんな皆さん優しい、ほら優しい。おめでとうございます、誕生日のインピーさん、おめでとうございます。今年も一年になりますように。生まれてきてくれてありがとうね。誕生日大事だよね。そう、ほんと皆さん、確かに。あ、大輝さん、そうそう家に帰るかって、あれお花見終わりました。寒くない今日お花見は。ね、みんな優しい、ユナファミ優しい、バーイ。そう、さっきコメントでお花見ってしてたよね。あれ、そうだよね。あれ、高弘さん、ユナちゃんちは作成し、ありがとうございます、楽しみにしてます。え、すごい、ユナ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 ちゃんありがとう。寒いけどって、寒いよね、寒くなってきたって。え、今か、今寒くなってきたの。嘘でしょ、もう夕方くらいから寒いでしょ絶対。お、来週のお礼サインか当たったよって。お、じゃあ皆さん、何、なんかどんな言葉書いてほしいよとか考えててください。聞くので。明日21度、あったかいじゃん、やったね。カウントダウン TV は寒くなかったなって、え、寒かったよ。でも私はね、まだ夜は長袖だったからまだマシでしたよね。雨、確かに雨大丈夫かな。すごい、12度くらいでしたよね。19研究生なんて呼ばれてんの。え、でも今は秋山さんですかね。でもなんか秋山さん嫌なの。せめてユナさんにしてほしい。でもっと仲良くなったらちゃん呼びで呼ばれたい。でもほぼだって年齢変わんないですしね、みんな。サリちゃんは置いといてね。サリちゃんは結構、でもサリちゃんバスケしてたね。でバスケでも見る方が好きって言ってたのかも。でもお話、秋山さんなんで嫌なんて。なんか、そう、距離、あ、まず距離があるっていうのと、私は秋山さんで全然呼ばれてこなかったんですよ。なんでかっていうと、双子なので秋山さんだとどっちか分かんなくて、だからなんかみんな身内だ、呼びだとするじゃないですか、学校とかも。だとしても私はゆなさんだったんですよ、先生とかね。だからちょっと嫌。なんか呼ばれ慣れてなくて嫌かもね。仲良くなりたいし、そう、伊藤もちゃんとめいめいちゃん同い年だけど、そう、1号って嫌か、嫌ですよ。タメ口17期さんにタメ口はさすがに無理です。タメ口は無理だけど、でもなんかそう、双子なんでよくわかる。え、同志です。ちゃんゆなでって、それちゃんひなでしょ。
なあちゃんが一番いい。確かに仲良くなったらそれで呼んでほしい。全然仲良くなったらっていうか全然呼んでほしい。呼び捨てファンタジーまゆちゃんって呼んでるの。そうです、まゆちゃんって呼んでって言われて呼び始めました。可愛いんですよ、まゆちゃんって呼ぶと喜んでくれるから。そう、アイリさんはアイリさんだけど、あと平田さんって呼んでたけど、ゆうきさんって呼んでますね。そう、もうタコってクラス分けられるのでは。うん、分けられます。同じクラスになったことないです。川村ゆいちゃんから何呼びって、え、でもまだみんな秋山さんって。でもそもそもなんかまだあの日だけだったから、そう、あの X で秋山さんって言われたけど、だから下で呼んでねっては言ったんですけど、そう呼んでくれないかな。レミタンとユカさんダメ、なんて読んだ、さん付けって、うん、徳永さんと坂川さん、ユカさん、うん、さん付け、ね、確かにツアーあるから結構いいタイミング。タメ口無理なのって、でもタメ口じゃなくて別にそれはいいけど、名前せめて名前だけは、名前だけは下の名前で呼んでほしいな。ね、ツアーでソララさんはソラさん、うん、ソラさん夢の22時超えまであった少し。今59分10秒なのであと50秒ですね。そう、私ね、あだ名なかったんですよ。ずっとユナって呼ばれてます。だからあのニックネームもうどうしようって思って、みんな変えるのかなと思って、名前じゃなくて、あのだからチャンヒナとかコヒーとかアズーとか、コヒーアズは、まあ、短くしたからなんですけど、まあ、ユイチとかね、カスミンとかユメミンとかね。そう、私名字で呼ばれたくないから、アキウナはちょっと嫌、私名字の方嫌、ミュージの方なので呼ばれるのは嫌かも。あ、超えたって、おめでとうって、イエーイありがとう。あ、ラボーナさんありがとうございます。いっぱいおにぎり、おめだ。ちょっと待って、ふざけてるでしょ、ユナゾーって何ふざけてるでしょ、ふざけ始めた、ダメだよ。私はいいんです、もう名前のままで。今まで呼ばれたこと、あ、当たりだ、おめでとうパタさんありがとうございます。え、待って、もうふざけてるじゃんみんな、ユナマルのユナキチとか、はあ、ふざけてるでしょユナピヨって鳥じゃないですか。これになっちゃう、これ。ね、本名が一番いい。ね、もういいよ。
大喜利大会じゃない。もうみんなニックネーム作ってるって。もういいです。あ、シルちゃんさんありがとうございます。すごいいっぱいありがとうございます。あ、ボンバーさんありがとうございます。もういいです、ニックネームの話は。そう、もういい。太郎くんさんありがとうございます。たっくんさんありがとうございます。怒ってないよ全然。全然怒ってないよ。松葉行きましたかと。私松葉行かないんだよね。でも自分でまつげ上げて、でもこれねもう朝上げたから下がってきてるんだけど、でも綺麗でしょ。まつげはもう綺麗に上げられるようになりましたよ。綺麗だってありがとう。笑顔で怒ってないが一番怖かったりするって。確かに。でも真顔で怒ってないような方が怖くない？そう、マツパするとね、まつげはげちゃうんですよ。取れ、なんか抜けちゃうから。そう、自分で上げてマスカラしたら上がるから。まあでもなんかマスカラ塗ってないとまつげ下がっちゃうけど。そう、でもなんか高校生の時、高2とかかなぐらいはしてました、マツパ。ちょっとだけ3回ぐらいしたかな。うん、けどやめました。涙袋のグリッターは可愛いでしょ。リリミューの今は何番かな、大きいラメのやつ使ってます。前は小さいラメのやつ使ってたんですけど、今大きいラメをちょんちょんちょんって乗せてます。あ、宮地さんありがとうございます。森さんありがとうございます。キラキラいいでしょ。キラキラ大好きなんですよ。あ、そうですよ、藤原さんの。私アイシャドウとかもリリーミュー使ってて、リリーミュー大好き。リリーミューのラメは3種類持ってます。シェーディングもリリーミューだし、アイシャドウもリリーミュー。リリミュー大好き。初めてメイクしたの小6とかかな、分かんないけど。小6のメイクなんてもうアイシャドウだけですよね。かなりんさんありがとうございます。お、なんとか配信間に合ったって。そう、もう今日は10時を過ぎております。髪色決めたよってね。あれ、前言ってなかったっけ、決めたよって。リミューの足をいいって。そう、いいの。なんか私がピンクのやつ使ってるんですけど、それはラメが入ってて、もうそれを塗ってます。妹と服の貸し借りするします。なんか私のやつ着てる時もあれば、私が前借りた時もありましたね。うん、妹かわいたずが言ってた。どの妹だろう、どっちだろう。あ、ヨッシーさんありがとうございます。え、嬉しい。ひなちゃんはめっちゃ遅うかなって思ってます。ありがとうございます。斉藤ゆきさんありがとうございます。わーい、嬉しいです、ありがとうございます。 AKB だけフルサイズ、今フルサイズがいいって。わーい、明日ファンミ外れたけど一応握手会だけ行こうかな、どうしよう。え、ボンボーさん待ってます、ありがとうございます。押すなよ今から、まるまる。ありがとうございます。一人っ子羨ましいって思ったことある？え、全然ない。兄弟の方が自分的にはいいかな。
私は、うん、一人嫌だからね私は。なんか双子だから、しかもなんかずっと同じことやって同じ学校行ってたから、ずっともう行く時も帰る時も一緒なんですよ。そう、部活やも一緒に同じのだし、で習い事とかも同じだったから、なんかずっと人がいるんですよ隣に。だからなんか人がいないとなんかちょっと嫌。高校も一緒、そう一緒、そう人がいる、そう人がいる、人がいるの。でもなんだろう、なんか趣味とか好きなものとかが違う双子もいるんですよ。そう、でも私たちはなんかわかんないけど結構ずっと同じだから、だからね、そう性格が正反対な子、そうなんかね結構ねいるんです。私の学校にも双子の片割れは2人いたんですよ、片割れ片割れが。でもなんか聞くとやっぱなんかその学力も違うし、なんかあの性格とかも違う、結構違うって言ってて、そうなんだって言うんですけど、そうだからなんか結構なんかめっちゃ仲良くないって言われるんですけど、そうって毎回言ってました。え、そうって、だからなんかすごい仲いいって言わ、まあ別に仲悪くないんですよ、全然仲悪くないと思う、うん、全然仲悪くないと思う。そう、家とかでも普通に全然喋るし全然一緒にいるから、そうそうなんですよ。なんか学力違うの、え、でもなんだろう、なんか私たちはなんか勉強する時もね、変な理論なんですけど片方やってるじゃないですか、そうすると片方やるんですよ、やり出すんですよ、真似して片方が休むと休むんですよ一緒に。だからだから一緒なのかな。そうだからテスト勉強とかも一緒にやってた時もあったし、問題出し合ったりとかしてたんですけど、そう、え、ある意味声ってね、そうでもね絶対テレ、さっきさテレパシーっていうコメント見たんですけど、そうあるよ、絶対絶対あるよ、だって意味わかんないところでシンクロするもん、もうみんな怖い。嘘でしょ、大爆笑。そう同じもの買ってきたりとか、確かになんか面白い動画があったとするじゃないですか、それを送り合ってるんですよ、なんかそう面白い動画があって共有するんですよ妹に、そしたらえそれ見てたんだけどみたいな、あとは歌い出すんです、同じタイミングで同じフレーズを歌い出したりとか、絶対ないでしょこんなのとか、長いセリフが全部合うとか、怖い、もうって言って、すごいでしょこれ、入れ替わったことあるないです、それはさすがにないです。そうだからなんかね絶対あると思う、そういうのなんか考えがすごい、なんでなんだろうね、でもねよくある、本当にこれ本当によくあるんですよ、急に同じタイミング、沈黙だったのに急に同じタイミングで喋り出すとかね、そうあるんだよねそういうのが、なんかわかんないけど、
さんありがとうございます。だてメガネさんありがとうございます。性格でもの似てるのってでも違うと思う。ちょっと違う、ちょっと違うけど全然違うわけじゃない。全然でもちょっと違うかな、うん、そう。あ、はなさんありがとうございます。なんか昨日とかは夜中に何見てたっけな。まず私が何かの映像を見せた。あ、普通になんかあれかな、DMM かなかなんかとか見せて、なんか見たりとか、なんかねいろんな話してたんですけど、すずめの戸締まり見たよ昨日。見ました？皆さん、あ、ありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。そう、劇場公演見て喋ったりとか全然関係ない。何の話してんだよ。昨日は妹がなんか私の部屋に来たんですよ。それでなんか、まあ、ベッドいたんですけど、なんか急に眠いって言って寝そうになったから、あの寝かせないようにずっとなんかずっと隣で寝かせないようにしてましたで笑ってるのちょっと面白くしてた。そう、絶対寝かせない、絶対寝かせないって、あの普通に寝る時はあるんですけど、昨日はあのふざけて寝かせないようにしてました。こちょこちょしたりとかしてたずっと叩いたりとか、こうやってずっと顔いじったりとかしてた。こうやってやったりとかしてましたそう、スズメ、あ、スズメ大臣のセリフ可愛いよね。あれ可愛いよね、本当に可愛い。あ、結局寝てたんですけどね、そこで二人とも朝、あの結局なんか笑い疲れて寝ましたもうそう、もうそういうのばっかクロロロジュールさんありがとうございます。お、おねえ、楽しみです。お、コモロクさんありがとうございます。似てる、似てます、似てると思います。一応あの一卵性なので。あ、顔を見分ける方法、ほくろの位置、ありました。ほくろの位置で見分けられる時、小学生の時とかそうでした。椅子に顔描こうって、目彫刻刀で彫ってたよね、あれ。そう、いいよね。私も大好きなの全部。君の名も好きだったし、天気の子も好きだし、で初めて見たんですよ、スズメは。ずっと見たかったけど見れてなくて、昨日初めて見て、え、面白いってなって、え、 CQ さん、あと中国ありがとうございます。タワーだ、巻き貝じゃないよ、コロネだよね。ありがとうございます、ありがとう。間違えた、コロネ間違えてるよ。そうそう、好き、アニメとかね、そういうの好きなの。映画とかも最近は、推しの子、最近というかね、なんか推しの子の何かを見つけると買ってしまうんです。なんだろう、なんか推しの子が大ブレイクした時あったじゃないですか。その時は全然見てなかったんですけど、なんか漫画に一時期すっごい漫画を買ってた時期があって、その時に推しの子も見てて、え、じゃあ面白いってなって、しかもなんだろう、なんかまず愛ちゃんがアイドルじゃないですか。
究極のアイドルなんですよ。で転生したのが、転生したじゃないですか、アクアとルビーが双子じゃないですか。漫画、そう、なんかあのね、電子で見てたけど好きなところを漫画変えました。そうで、なんか双子じゃないですか。だからなんかすごい、全然親近感じゃないけど、すごいなんか面白いってなって、有馬好き。そうなの、有馬かなちゃん。そう、あ、薬屋の、薬屋の人ごと見てますよ。主題歌も大好き、カラオケで歌ってます。そう、ここにね、めっちゃ可愛いのがあるの。なんかまずこれはポストカードなんですけど、じゃん、超可愛いでしょ。これはね、愛ちゃんが出ました。ランダムなんだけどね、机のとこに置いてあります。めっちゃ可愛いんですよ。これがね、一番すごいの見て、こう大きいんだけどさ、これキラキラなの、超可愛くない？超可愛いんですよ。見てください、これドレス着てるの。これは UFO キャッチャーでね、出てて買いました、買いましたじゃない、ゲットしました。 UFO キャッチャーやりました。店員さん優しかったんだ、たくさんね、位置戻してくれ、かわいいの本当に。でそこにあったね、これも見て、じゃーん、超かわいいでしょ。なんかいや、じゃん、かわいいでしょ、私のお友達。超かわいくないですか。私のご紹介でした。でもいろんなのがあるの、私の机の上に。シナモンもいっぱいいるし、本田さんもいっぱいいる。そう、何のキャラクターか分かんない。これは推しの子のキャラクターなんです。ちいかわはね、全然分かんない。ちいかわっていうのは分かるんですけど、ちいかわと八割は分かるけど、あ、全然分かんない。そう、本田さんもいっぱいいる。まずこちら、まずこれでしょ。で、これでしょ、アクスタでしょ、このキラキラの、キラキラの本田さんでしょ。じゃーん、超かわいいです。写真もありますよ、ほら、ここに。これもキャー、かわいい。紹介でした。シナモンを紹介しとく。見てください、これセーラームーンとコラボしてて、これはね、ピューロランド行った時に買ったんですよ。かわいくない？超かわいい。これもうタグすら可愛すぎて外せないっていう、ちょっと飾ってあります。シナモンもいっぱいいる。私タワさんのね、シールも持ってるので、じゃーん、可愛い、本当に可愛いよ。あとね、小ひなもいるの。かわいい、小ひなゲットしてひなに写真を送りました。見てって言って、持ってるんだよって言ってね。あとメッセージカードを持ってる。じゃん、くるるんさん、鈴木くるみさん、ドリンさん、下尾さんのメッセージカードもある。あとグリさんのメッセージカード紹介でした。自慢してみた回でした。
以上です。終わりました。私の自慢会終わった。メッセージカード、これあれです、コンサートの時の3階と4階に座ってた方がもらえるやつです。うん、これをね、まあメッセージカードとかは家族なんですけど、家族からもらったんですけど、私がもらっちゃいました。あ、いいでしょう。名前写真見せていいですかって。何だろう、そう、椅子の裏についてた。椅子の裏についてたの椅子の裏についてたんだ。じゃあそれです。太郎くんさん、ありがとうございます。あ、そっか、そう、2階はね、あの寝れ歩きで行けたんですよ。だからなしです、メッセージカード。私もいっぱい書いたんですよ。皆さんゲットした人いるかな。あ、ゆなちゃんのもらったって。おーちゃんさん、お、オンラインでグッズ見せて、え、見せてほしい。え、下尾さんの店か。え、お揃いそうそうね、メンバー行けないとこだったから、そう、2階と1階はね行けるんですけど、どうしても行けなくてね。ね、アリーナだったで、そう、え、昼公演でね、田口真奈子ちゃんがシナモンロールの髪型してたよって。見ました、めっちゃ可愛いと思って、めっちゃ 見ました。田口さん田口さんすごい優しい、いつもいつもすごく面白いなんか田口さんが喋ってると笑っちゃう、面白くてあ、秋山信さん、ありがとうございます。そう、田口さんとお誕生日一緒。そうなの、一緒なんですよ。そうみんな面白い。そうなんですよ。たくさん、直美さん、ありがとうございます。てか、あと6分ぐらいしかないね。ふっちーさん、ありがとうございます。希望についてよく見えて最高だった。お、よかった、嬉しい。そう、今日はね10時半まで、なんかいつも2時間やってるからか短いね、1時間半。またやりますね。今日は明日が早いから寝ます、とか言いつつ絶対12時は過ぎます。どうせ1時とか2時とかになっちゃうと思います。楽しみ、明日。そう、そうだよ、10時過ぎたお疲れ様、ありがとうって、ありがとうございます。こちらこそ、あいちゅうさん、ハートありがとうございます。お、高平さん、明日よろしくねって、お願いします。皆さん明日お願いします。お、宮地さん、一応握手がいきますねって、ありがとうございます。そう、明日ファンミーティングです。そう、韓国もある。そうなの、ちゃんとキャリーケース買い直しました。なんかすっごい大きいのしか持ってなくって、あのいつも旅行2泊3日とかだから、そしたら大きいじゃないですか。だからすごい、なんかね、昔に大きいのを買ったあるんですけど、ちっちゃくて可愛いのを買いました。隣にありますそう、明日ですよ。あ、リファライさん、ありがとうございます。え、なに、秋山って、なんですか、秋山だけど何かな呼んでみた。そう、キャリーみたいになって、え、めっちゃ可愛い水色っていうだけ
あ、やすみさんありがとうございます。そう、もう楽しみ。あと4分28分になったら読もう、ランキング。あ、仙台のツアー当たったよって、ありがとうございます。公演待ち遠しいってね。私今月公演何日なんだろうか、楽しみ。私も。あ、縮小タイム。終わり。終了。最強スマイル。大好きって、ありがとう。私も大好きです、皆さんのこと。皆さん本当に優しくて大好きです。なんかコメントが平和でいつも楽しいです、本当に。そう、あ、シャイニングフィンガーさんありがとうございます。握手会買ってみたら欲しい、握手買ってみたら欲しい。何か言われるかな。え、あ、水島さんってこと、わかんない。来てみてもいいよ、全然ウェルカム。ありがとう。あ、そう、28分になった。ランキング読みます。13位ネタロウさん、ありがとうございます。12位踊れない松也さん、ありがとうございます。11位みやじさん、ありがとうございます。10位伊達メガネさん、ありがとうございます。9位たっくんさん、ありがとうございます。8位関根さん、ありがとうございます。7位たくさん、ありがとうございます。6位プレジョンさん、明日の番組楽しもう。はーい、ありがとうございます。楽しみましょう。5位みっちゃんさん、みなちゃかみしょ、ありがとう、ありがとうございます。4位たまちゃんさん、ありがとうございます。3位 CQ中国さん、ありがとうございます。2位シルちゃんさん、ありがとうございます。そして第1位ラボーナさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう皆さん、今日も皆さんとお話ができて楽しかったです。またファンミ、明日のファンミも18期のファンミも楽しみにしててね。ありがとう、握手会行くねって、ありがとうございます。待ってます、皆さんのこと待ってます。ありがとう、おやすみなさい。皆さんも早く寝て、あ、30分になりました。バイバーイ、おやすみなさい。またやりますね、バイバーイ。